はいどうも皆さんこんばんは只内香織の知りたい奈良のお時間がやってまいりました今日もですね奈良のことを楽しくゆるっとお話ししようと思います、えー、こんばんはこんばんは、えー、にゃんこを抱っこしながら待ってますもしかして えー、札幌の方でしょうか、はい。いつもありがとうございます。にゃんこいいですね。こう,うちもなんかこの辺ににゃんこがいて一緒に出演してくれたらすごく嬉しいんですけれども。はい。えー、本日5月15日ということで、あのー、最初にお知らせでございます。もう忘れないうちに。えー、また後でも忘れてなければお伝えするんですけれども来週ですねお休みいただきます。 えー、通常一番最後の週5週目をお休みというふうにさせてもらってるんですけれども今回ちょっと、えー、あの,のっぴきならない事情によりまして、えー、来週お休み先にいただきましてその次の週5月29日水曜日に放送といたします。はい来週は、あのー、お休みととうことで、まああのーね えー、私の体の方がもうなんか水曜日ニコ生に向かうというふうになってしまっているので、えー、こういう形じゃなくっても何か飲んだくれ配信とかしちゃいそうな気もするんですがねえ週いっぺんぐらい皆さんの前でしゃべらないとちょっとこうもう調子が出ない体になってしまっているのですよね。 はい。まあ、あの、とりあえず、来週の水曜日はお休み。その次の週、29日に振り返りとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、っと、新緑色のスカーフ、素敵ですね。ありがとうございます。はい。こちら、あれですよ。京都の吉岡さんで、えー、染めのつかさ吉岡さんでいただいたものです。日本の色、万歳でございます。今週はですね、 皆様いよいよ空回転の後期が始まってまいりましたもう行かれましたかまだ昨日から始まったわからな <laughs> <laughs>、はいけどね昨日始まって昨日のうちに行こうと思ってたんですけれどもちょっとね時間の都合が合わなかったので今日の朝行ってきたんですねで、昨日今日のメインテーマでもあります五月のツアーの振り返りというのをするんですけれども 法隆寺に行ってきたんですよ。午後から法隆寺ツアーでもう、もり盛り,盛りだくさんで、えー、行ってきたんですけれども、午前中が空いてたんですよね。で、博物館の開館時間が9時半から、で、放流寺ツアーが、まあ大体11時半、あの、13時30分ぐらいだったので、うん2時間で、 出てダッシュすれば法隆寺間に合うし行っちゃおうかなどうしようかなってすごく迷ったんですけれどもまあ結局行けなかったんですよんでしょ <laughs> あの無理だったんですよ。でまあしょうがないや今日水曜日にしようと思って朝行ったんですけれどももう火曜日行かなくって正解でした。2時間でバババッと見て満足できる内容ではなかったですね。 その前期でたっぷり見てたし前期何回か行ったからその展示会した部分だけね拝見してもう昼から行ったらそれでいいやと思ったんですけれどもちょっとねそのちらみ流し見では済まなかったですねでやっぱりその前期からこうずっとねそのままいてくださっている御仏とか他の展示とかあるんですよ。 でそういったものもやっぱりこの横を通るとこうああまたねワイワイってわけにはいかないんですよね。<laughs> 立ち止まるではないですか。でその目が慣れてきてるんですよね。すでにこう見せていただいて網膜に焼き付けたいろんなみほとけと,とか宝物がやっぱりそのこう自分の中にこう落ち着いた状態で見ると。 またちょっとこう違った発見とか、あの時はこれ、その気づかなかった良さが今わかるわとかね、なんか味わいがさらに深くなるんですよね。ですので、今日結局何時間いたんだろう結構長くいたんですよ。だからもう終わった時にはヘトヘトでございまして、えーえー、結構体力使いました。 で今回の空回転後期の私が好きだったもの良かったこと金銭に触れて忘れられなかったものこういったことを YouTube でまとめましたのでまた見てやってくださいよろしくお願いいたしますはいというわけで本日のお品書きからスタートしたいと思います はい、こちらでございます。知りたいなら5月15日号お品書き無料ゾーンでございます。まず最初は今週の光る君へ、真広、宮中へということで、えー、おそらくあれは史実にはないけれども、その書いてないからといってやってないことはないというスタンスに立ったあ事柄でしょうか。 えー、聖小納言の導きによって、えー、真まさんが中宮昭子、そして一条天皇にご拝謁という,うびっくりシーンがございまして、はい、ここ,こがね、今回の肝かと思いますのでお話をしたいと思います。えー、そして本日の特集です。5月のツアー楽しかったイエイ、えー、振り返りでございます。 普段私あんまりそのツアーに行ってどうこうっていう話をしてなかったなと思うんですよ。これからどこそこに行くから皆さんよかったらいらっしゃいませんかっていうそういうその CM 的なことはよく言ってましたけれども行ってきてああだこうだっていうのはあんまなかったと思うんですね。で、ちょっと語りたいことがありますので、えー、私が5月に開催いたしましたお寺の話をしたいと思います。えー、そして 限定放送こんな感じです。お寺の始めの一歩と題しまして、えー、よく知っているお寺の用語、例えばがらん例えば僧侶、例えばお寿司、こういったもののことなどを改めてお話しするということをしたいと思います。えー、今回ですね、ツアーに来てくださったお客様で、あのー、お寺とかがね、初めて、まあ、普段は、 あんまり行かない、カオリンツアーで、えー、ちょっと改めて体験してみようかな、みたいな方が割と来てくださったんですよね。嬉しい限りでございますね。で、まあ、いつもの調子で喋ってると、やっぱりちょっとこう、言葉で引っかかるというか、後で、ガランって何なんですかねとか、趣味団ってみたいな、そんな質問をいただいたので、あ、これはちょっと、 その、いかんわと、もうちょっと、その、初心に立ち返って、私にとって当たり前のことを当たり前としてはいけないというふうに、ものすごく反省したんですよ。で、それを大元にして、改めまして、お寺の始めの一歩。えー、よく使われる用語特集でございます。まあ、あのー、私のね、えー、こういったものを見てくださっている方には、 猛者も,もいますから、はい、あの、こう、つわものと書いて猛者と呼ぶ、えー、よくご存知の方もいらっしゃるんですけれども、まあ一緒に、あの、お寺のことをいろいろおもう一度学び直しということでよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まず、今週の光る君へ。なんか、あの、一番語りたいのはね、 その真宙さんが宮中に行ってどうちゃらこうちゃらっていうあの下りなんですけれどもあの次回予告見ましたああれれ何なんですかあれは来週からいよいよその平安時代初期の、まあ、大きな政変が始まるその下りが映像でバンバン流れていてものすごく気になったんですけどね。 なんか、あれだけ、あの予告だけでご飯3杯ぐらい食べれるなっていう、すごくこう、心惹かれる場面でございました。えー、ですので、もう私の心はすでに来週に飛んでいて、来週こそ、ちょっと光る君へ特集をしたいなと思うんじゃないのかと思うぐらい、すごく気になったんですけれども、まあ、今回は、 紫式部がその中宮彰子に拝謁したあごめんなさい中,あの中宮定子に、えー、貞子様に拝謁したという記録はないみたいなんですね。で、えー、我らが桔梗のその手引きによってこう案内されるという。 で、紹介のされ方が、小あの、ゴンの友でございますって。友でございますって。そういう、いやー、そう来たかっていうね。でも、それ以外、紹介のしようがないですからね。で、あの場面を見て、私がものすごく感動したことが、二つあって、一つがやっぱり、その、オタクの夢があそこに散りばめられていたと思うんですよ。だってね、 その桔梗さんの立場に立ってみたらあの人の最大の推しは貞子様なんですよ。で枕草子なんかねそのこの後のその私が気になるという来週の政変によってあそこあたりから貞子様という中宮停止が没落していくっていう佳境に入っていくんですね。で ちょうどその映画の花というか、えー、中宮帝氏の中野関白家の絶頂期その辺りに紫式部が拝謁したという、まあ、そういう設定になってるっぽいんですよね。でそのの最高の段階で、えー、貴様は聖少納言は自分が持って 最も好きで憧れてその命を懸けて物語を紡いだ最高の推しを自分の一番の友達に紹介するっていうねもうこれはこれは他にはない誉れを得ているわけなんです。 私たちが推し活をしていて何がうれしいってそれはその推しに合うこと推しの,あの言動にあの一喜一憂して心をときめかすことももちろんですけれども自分の親しい人そのこう同じ,同じ場所で物事を見て考えられる人に推しを紹介してでその良さを分かってもらうって最高じゃないですか あの私たち奈良好きが奈良のことをいろいろ見て聞いて楽しんでで関東とか、まあ、北海道とか九州の,その遠方のね人はわざわざお金、えー、かけてチケット買って宿取って奈良まで来てでまあいろいろ楽しい思いをして楽しい思いをする時はもちろんいいんですよ。 その好きなお寺や仏像や景色や行事なんかに没頭してもう心ゆくまで楽しむ。でそれを持って家に帰った時にその楽しかったことを話すっていうこれももう醍醐味ではないですか。たまに出てくるあの私のその わ私、私の推しグループ <laughs>、言ってて恥ずかしいな <laughs>。あの、メゾンドイバロというのがございまして、イバロの皆さんが、あの、まあ、奈良のことを語り合うそういうグループなんですよね。あの、第2期そろそろ募集しようと思いますので、よかったらまた、あの、チェックしてほしいんですけれども、何が普段の生活に欠けてるって、奈良のことを語り合える友がいないって言うんですよ。これすっごいよくわかる。 あの私は自分自身が奈良に住んでたし今も住んでるしその奈良県民あるあるで奈良のことを好きな奈良県民って実は案外少ないんですよ。その外から来た人を除いてね余談ばっかりなんですけど外から来て外から来た奈良が好きなことのことを渡来人っていうんですって。 で、昔から奈良に住んでて奈良、奈良のことにどっぷりな人のことを奈良漬けって言うんですって。<laughs> ちょっと覚えておきましょう。で、その都来人組の人たちは、こう、地元とか、昔のその同級生とか、なんか会社の職場の同僚とかとね、奈良の話をしても呆れられるばかりで、また奈良に行ったのとか、何がいいのとか、なんか、 わりかしその奈良に行ってきたよっていう話をして「なんてんて素敵なんでしょう今度は私も連れてって」ってなかなかならないんですよね。これは本当につらいなので私は茨を作ってそのここに来れば安心安全に奈良の話ができるみたいなそういうところをしたかったんですよ。 であのこう奈良で奈良を楽しむと同じことぐらいに奈良の話ができるっていうそういう場所とか友達ってやっぱりその人生のこう幸福の大部分を占めるんじゃないのかなと。で桔梗さんはその貞子様というね最高の推しを見つけてもう本当に心からお仕えして それでも、どんないじめにあっても、廊下にガビを巻かれて、足の裏が傷だらけになっても、全然へとも思わないぐらいの幸福を味わってるんですけれども、それをまひろさんと共有して、こう、さらに幸せだったと思うんですね。で、そのまひろさんが、会いたいと。私の推しに会いたいと。で、 行きたいですもちろん、行かせてくださいって頼まれて、便宜測って連れて行って、で、その、こう、素晴らしいところを見てもらうっていう、これね、ね、わかりますよね。すごいいいですよね。だから、もう本当に、あの幸せがあるからこそ、来週の、その、いよいよ、こう、事件が起こって、えー、貞子様とその、兄弟たちが、 こう墜落していくっていうその落差がねきっとドラマ的にものすごくその私たちにショックを与えると思うんですけれども、もうね、うん、こう見てて眩しいオタクの夢が叶った瞬間でしたね。あれはなんかあのあのひと時はね永遠に続いてほしいみたいなそんな感じでしたね。であの時にそのマヒロさんが宮中で。 その貞子様とか一条天皇にこう。喋って、言葉遣いがもうなんか。わりかし、あの賢い。まひろ様でもこう。舌を噛みそうな。ええー、越地獄でなんちゃらかんちゃらみたいな。こう、あれ、すごいですよね。普通の、そのドラマで。こう。史実には。 書かれていないけれどもでも書いてないからといってないわけではないという流れにのっとって無茶な設定を入れ込んだ時にほころびというかいやそれはちょっとこうこうこういうところが変だろうみたいなのっていろいろあると思うんですけどあの真宙さんのキャラクターというか彼女だったらああいう席に出て粗相をしない立ち振る舞いとか言葉遣いだって あんなところで、その最上級の敬語とかって、どんなこと、言葉、どんな言い回しがあるのみたいなことも、いや、あれだけの白色の彼女だったら、それは知ってるやろみたいな、うまいっていうかね、ええー、感じに落とし込んでるなと思って、なんか、あの、私割と言葉が気になるので、あの時のあの、スペシャル敬語の使い回しは、ちょっと見てて、グッとしました。こう、 普段使わないけれどもいざって時にスッと出るってかっこいいですよね。なんかこう見習いたいなかなか自分がそういう場面になることはないですけれどもはいというわけで今週の「光る君へ」もうあの桔梗様の推し推し活の頂点を見た思いで非常に良い場面でございました。 さて <laughs> 今週の特集でございます5月のツアー楽しかった話でございますちょっと、えー、ショ昭ガーカメラ使いまして、えー、行ってきたお寺のパンフレットをもらってきましたのでちょっとそちらを見せながらどこに行ってきたのかということをお話ししたいと思いますはいじゃあお願いしますはい アップにした方がいいいかなはい、まず1つ目タイ大麻寺皆さんご存知でございましょうかそして行ったことはあるでしょうかあのちょうど今ですね東京の東伯で、えー、法然上人と極楽浄土という展覧会をやっていまして。 で、そこで、この大間寺の中にあります、奥の院というところのご住職が出張されて、大ママン曼荼という曼荼の絵解きをされたそうなんですね。で、大間寺というところは、まあ、深い歴史があります。古代から伝わる白鳳時代の弥勒仏がいらっしゃるという、もうとんでもなくすごいところなんですよ。で、その弥勒様がおわすお寺でありながら、 その後、大マ曼荼羅がやってきたことで、浄土教、えー、極楽浄土への王女を願う、そういったことを軸にして発展してきました。えー、法然さんのその自責というのも、この大デ寺と非常に関わりがあるんですけれども、えー、白鳳時代の弥勒物に出会う、プラス大マ曼荼羅、 本物は東伯行っちゃってこの時は見られなかったんですけれどもその大麻曼荼羅のお話と、えー、東京で絵解きをしたという住職がいらっしゃる奥の院に、えー、お出かけするということをしてきましたでこの大麻寺に行った時に午前中に、えー、カモリハイジというところに行ったんですよでカモリハイジはもうあのハイジあの 亡くなってるんですね。今はない寺のことを、えー、廃止の廃に寺と書いて、廃寺と言います。でその、かもり廃寺の後しかないところに行ってきたんです、えー。ですので、そこはお寺のパンフレットも何もないんですけれども、そちらもとっても良かったので、えー、ちょっとご紹介したいと思います。でですね、こちらです。はい。 石膏寺、えー。こちらにも行ってまいりました。この画面のところにきれいなボタンの花がありますけれども、ボタンの美しい寺あ、関西花の霊場20番なんていうふうに書いてますけれども、今はボタンが有名なところなんですね。なんですけれども、ここもやっぱりこれです。これです。 はいミロク様がいらっしゃる。ここが本当に素晴らしくってこのミロクの石仏に会うためだけに石膏寺に私は行きたいぐらいなんですよね。でも皆さん石膏寺あまり知らないでしょう今回のツアーでも初めて行ったっていう方ばっかりだったんです。で 石膏寺行きませんかとだけ声をかけても、多分どなたも来てくれないから、私が用意しました、スペシャルー必殺技、大津の巫女。大津 <laughs> の巫女を引っ掛けて行ってまいりました。はい。で、えー、また別の日は、こちらです。蓮城寺さんです。はい。あのー、ネットでね、 あの、漢字変換して、一発で出ることは絶対にない蓮上寺さんでございます。ここは阿弥陀様がいらっしゃいまして、えー、白いお肌の女人の阿弥陀と呼ばれる方がいらっしゃいます。そして、最後に、とどめは法隆寺です。法隆寺。もう何度言っても素晴らしい法隆寺。えー、グゼ観音様のご会長に立ち会って行ってまいりました。 はいありがとうございますで、ねあのー、こういうツアーに行ってまあその私が見せたいもの語りたいことこういろいろあるわけなんですけれども一応今回は大麻寺とか石膏寺とかその鴨拝寺っていうところは大津の実子という人物をメインにしていろいろお話を組み立てたんですよね。大津の巫女というのは誰かというと。 えー、アスカ時代が終わって、聖徳太子様の時代が終わって、えー、次の時代、天智天皇という方が世の中を支配します。えー、この天智天皇という方は、すごく強力なリーダーシップを持った人で、えー、日本の政治を、こう、どんどんと中央集権国家に、えー、それまでの時代は、 それぞれのエリアに豪族と呼ばれる、まあ、土地の支配者がいたんですよね奈良の中もまあ言ってみたら戦国時代みたいにそれぞれの年をそれぞれの豪族という人が支配していて、まあ、統一されてなかったみたいな感じ。天皇という存在はその時からいたんですけれどもそのそれぞれの豪族たちをまとめるリーダーのようなそういうポジションだったんですね。 なので、天皇の顔を立てて言うことを聞くときもあれば、聞かないときもあって、で、土地の収穫物とかも、その土地を牛耳ってる豪族が全部自分のもんにするから、天皇は自分の陣地、自分の領地に、えー、上がってくるお米とか作物とか、そういうものしか自分のものにならなかったんですよね。力が拮抗している。 もしかしたら天皇の方がちょっと弱いぐらいみたいなそういう時代だったんです。それを天皇に力がわーって集まるように世の中の仕組みを変えなきゃいけないと考えた人が聖徳太子様です。で、その志を受け継ぐ同じ路線で出てきたのが天智天皇という人なんですね。で、この天智天皇という人はかなり強力な人だったようで いろんなことを成し遂げるんですよ。でもいろんなことを成し遂げる。あまり息子はなかなかそのお坊ちゃん育ちだったようで。天智天皇のようなカリスマ性はあんまり持っていなかった。天智天皇の弟にあたる大天皇子という人の方が、そのカリスマ性を受け継いでいたようで、最終的に天智天皇の後は？ その大間の皇子という人が継ぐことになります。継いだ時の名前を天武天皇と言います。で、この天武天皇から、その後ずっと鉱脈。あのう、高がね、続いていくんですけれども。この天智天皇という人がいた時代。それから、その次の時代ぐらいに。ものすごく流行っていた御仏というのが。 仏仏という仏なんですねですので奈良の南の方に行くとこの弥勒様という仏様を信仰してこうお祭りしていた形跡がたくさんあるわけなんですよ。で天智天皇という人が生きた時代は白鳳時代という時代、えー。私がいる奈良市。 平城京という都市ができた時代が奈良時代という時代なんですけれどもそれよりも一個前の時代聖徳太子様の時代から見ると一個後の時代それが白宝時代というものなんですその時代のお寺とか仏像とかがその完全な形じゃなくっても残っているわけなんですよね。 日本のその仏教史の中で2番目に古いところが残ってるんですよ。でね、これがね、その1番でアスカ時代です。世界最古の木造建築です。日本で一番古い仏像なんですって言ったらみんながわーって日本で一番古いんだってこういらっしゃるじゃないですか。で、あの2番目はっていう2番目どこか知ってますさーみたいなね。 二番じゃなんですかってあの1番だけなんですか2番じゃダメなんですかっていう番じゃあの2番でもいいんです2番でもいいんですけれどももう本当になかなかあの知名度が上がらなくってでその2番の白鳳時代のものがたくさんあるところにどうしても行きたくって今回行ったんですよね。でもでもも知らないと 人は興味を持たないものですから大津の実子という天智天皇の娘の子供まあ天智天皇にしてみたら孫にあたる王子がいてで彼が非常に優秀だったけれども若いうちにこう追い落とされて死に至らしめられるという悲劇を持ったあそういう方この大津の実子を羽生にしたら まあ、知ってる人は興味を持ってくれるだろうし、えー、知らない人も大津の巫女だったら何か知りたくなるかもしれないと思ってツアーを作ったわけなんですよ。でだからまあ,あの抱き合わせ作戦っていうんですか大津の巫女をこうあのメインシンボルにしてで大津の巫女だと思って来てみたら石膏寺という知らないお寺に連れて行かれるという。でも行ってみたら 大津の巫女とそのおじいちゃん天智天皇の時代に大流行した素晴らしい魅力様に出会えるっていうねこうあのなんとかトラップみたいな感じ大津の巫女でこうパクっていってそのままあーって落ちていったらそこにこうすごい魅力さんがいたみたいなのを目指していったんですよ。そしたらですねそのこうご参加してくださった方がすんごい嬉しい感想をくださって。 であのご本人の許可をもらったので今から読んでみたいと思います。ぜひこちら一緒に聞いていただいてあの大津の巫子それから、えー、白鳳時代の弥勒物、えー、石灰寺などなどお素晴らしいものが奈良にあるということをお知っていただけたらと思います。 えー、昨年のズーム講座大津の巫女の奇跡から今回のツアー参加心残るものになりましたズームもやってたんですよズームで大津の巫女のことを語るというのをしたんですよねで今回訪れたお寺の中で、えー、もう廃寺になってるっていうカモリ廃寺っていうところは大津の巫女を弔うために鎮魂のために作られたのではないかと言われているところなんです 大津の巫女の鎮魂のためのお寺と実際に目の前にして、ただただ驚くばかり、人の背丈ほどの雑草だらけの荒れ地、傷んだあ建物、誰も訪れるものはないでしょう。寂しい限りです。ただ、薬師寺において天武器といわれる天武天皇、児童天皇、そしてなぜか大津の巫女の三者の、えー、画像を掲げ、そのご意徳を忍ぶ法要が行われる、 と知ってどんな形でも現代も彼を忍ぶ機会があることは大津ファンの自分にとってはとても嬉しい限りなぜ持統天皇によって死を賜った大津が薬師寺の竜王者にまもらあ祀られしかも天向きに登場するのか、えー、薬師寺演技にその理由があり薬師寺の霊言をあらたかにするような演技であるけれども もしかしたら、はるか昔、私のような大津好きの人間が、竜の伝説に大津をうまく絡め、皆が後世まで大津の巫女を忍ぶようなシナリオを作成したりして、なんて想像してしまう自分がいました。あの、カモリハイジという、今は亡きお寺に大津の巫女という方を、 祀っていた鎮魂するための装置があったという説があるんですが、そのカモリハイジに大津の巫女が祀られているということが、薬師寺縁起という物語の中に書かれているんです。薬師寺っていうのは奈良市内にあるあの薬師寺ですね。奈良時代の塔が残ってるっていうあの薬師寺です。薬師寺というお寺と。 大津の巫子というまあ王子がどんな結びつきがあるのかということは、えー、謎なんですけれどもでも謎なんだけれども薬師寺演技の中に大津の巫子という人が登場してきてそして鴨廃寺というところで彼を弔っていたということを匂わせるような内容が書いてるわけなんですよ。で 私自身もその資料とか調べてもこうなぜ、えー、大津の美子という人が薬師寺に登場するのかっていうのはいまいちよくわからないんですけれどもでも今読み上げた方が書いてくださってるように昔もずっと大津の美子という人を慕う人がいた、えー、若いうちにこう死ぬ羽目になってしまった彼のことをい,あのいたわしく思う誰かがいた。 大津の御子を忘れたくないという気持ちが薬師寺という大,大きなお寺に大津の御子を絡ませることによって彼の存在がずっと忘れられないように取り計らった誰かがいたのかもしれないみたいな,なんかそんな想像ができたりするんですよね。想像は想像なんですけれどもなんかそういったことをいろいろ妄想させてくれるような 人物が大津の巫女だったりでそういった妄想をかきたてる装置が薬師寺だったり鴨廃寺だったりまああのいろいろと関連づいて見えてくるわけなんですよ。私がこれが伝えたいこれが感動すると思ってお連れした場所に実際に行った方は その方が持っているイマジネーションとかそのこれまで積んできた知識とか経験とかを合わせてこうもっともっとこう盛り上げてその場所とかを見てくださるんですよね。私とお客様で1たす1が2じゃなくって私が持ってるところにその方が持っているものがかけるになってこうバイ,バイゲームみたいな感じで ご案内する場所がこう広く深く感じてもらえるみたいなことを今回のツアーですごく感じたんですよね。いやこれすごいなと思ってなんか私がこうあのなんでしょうてこの原理みたいにちょっとこうえいって押したらこうビヨーンって飛んだみたいな,なんかそんな感じがしていやいいいいなと思って。 ツアーやるって本当に面白いんですよ、ね、なんかこう普段んのこういうあのニコ生とかでのお話し会でも何かそういう私がちょっと喋ったことが皆さんの何かに触れてこうブワッと膨らむみたいなそういう科学反応があ,のあったら嬉しいなと思うんですけれどもはい、えー、これからどっちを目指していくのかその私がこれが面白いって思うことを いうことで、なんかそれがどこかの誰かの何かに触れて、こうさらにこうボワッと膨らむみたいな、なんかそういうことを、えー、目指したいし志したいみたいなそんなことを考えるツアーとなったのでございました。はい、えー、このあと有料のお限定部分ではこの五月のツアーのお話の続き、そして お寺の話をしたいいと思いますさっきもちょっと出ましたけれども、えー、こうもうすでにいろいろ持ってて私が何か伝えたことがボワッと膨らむ方もいればまだこれからいろいろ知っていく知る途上みたいな方ももちろんいらっしゃるので、えー、そういった方々がこうスッとお寺に行っていろんなものがこう受け止めやすいように 基本的な用語の話をしたいと思います。はい、猛者の皆様もぜひ聴いてください。えー、ただうちかおりの奈良ガイド「知りたいなら」は毎週水曜日夜20時から放送しております。月額880円でこの後の後半有料ゾーンも聞いていただきます。過去アーカイブも全て見ていただけます。 え週、月4回放送しておりまして、えー、月の最終週がお休みなんですけれども、来週は都合によりまして、えー、来週がお休み、最終週の5月29日水曜日に放送とさせていただきます。ぜひとも、えー、有料会員になっていただくと、私が喜びますので、ぜひともお願いいたします。 はい。それでは今日もご視聴ありがとうございました。また、再来週の29日にお会いいたしましょう。では、この後、有料に切り替えます。ありがとうございました。